こんにちは、レンジです。ゼロ月はみの仮面の続きをやっていきます。前回ルカちゃんの過去をいろいろ見たんですけど、そこで キーアイテムだろうな。あれどれだ、桜の鍵っていうのを拾ったんですよ。あれないな、あれ拾ったと思ったけどな、ない。ちょっとね、今どこに行くかわかんないんですよ。あ、これだ、小さな桜の鍵。本屋小物入れの鍵に見える。なるほど、とりあえず歩いてれば何かしらヒントが出てくるんじゃないかと。そこに、そこに、いやー消えちゃった。これね、構えてるとき平行移動できないんですよ。これ取ったよね。そこになんか出るってことはこっちなのかな。何か開けてないものとかあったかな。開かなくて困ってたもんとかないんだけど、入ってる。これ消耗品でしょ。あ、違う、看護婦の2、出勤。この病院によどんだ空気が流れている。病院関係者の事故死、入院患者の神隠し、突如立て続けに発生した不幸。あの日以来、患者たちの行動は異様さを増してきたように思う。看護婦も医者も陰鬱な空気に押しつぶされそうだ。3階担当の遠野さんが亡くなってしまったため、新しい人が入るまでの間、私が遠野さん担当を引き継ぐことになった。引き継ぎ早々、患者が病院を去ると連絡があった。神隠しにあって無事発見された子。その子の部屋を整理していたら、母親の日記が見つかった。その母子は島を出るらしいから、もう取りに来ることはないだろう。これルカちゃんのこと言ってるかな。辛い思い出がある島でも、生まれ育った場所、いつか帰ってくるかもしれない。その時まで大切に預かっておくことにしよう。あ、ありがとう。管理室に佇む看護婦。そっちにあんのね。いやー、優しい人でよかったね。捨てられなくて済んだわ。ここね。ああ、さやかの日記。あ、ここで鍵を使ったんだ。鍵を使って日記を開けた。ああ、鍵つけれるようになってるもんね。へえ。ルカ、ごめんなさい。私はもう耐えられないかもしれません。刑事さんにあなたが見つかった時の話を伺い、私の信じていたものが音を立てて崩れてしまいました。あ？あなたが見つかった地下道は、灰原病院のエレベーターに通じていたそうです。あなたを治すために灰原先生にお願いしたのですが、あなたをここに入院させたことが過ちであったことを悟りました。うん、そうだね。そして見つかった時のルカの服装や地下道の様子を聞き、私にはあの人が関わっていると思えてならなくなりました。そうだね。もしあの人がこの事件に関わっているとしたら、もう私たちに安らぎを与えてくれる場所はないのかもしれない。そうだね。霧島さんに無理を言ってあなたが見つかった場所に連れて行ってもらいました。老月館の1階から連絡通路を渡り、灰原病院へ。その灰原病院の地下、エレベーターのボタンはまだない。地下1階のさらに下に、その場所はありました。今いるところが老月館。で、長四郎くんがいたところが灰原病院。で、老月館の1階から連絡通路で、灰原病院に行けると。了解。古い帯道にぶつかって、病院の拡張工事が中断している場所でした。ちょうど月影の井戸の真下。うん。月映えかな。月映えの井戸かな。井戸から差す細い光だけが差し込む暗い場所。肌に冷気が染みてきて震えが止まらない場所。その場所に立ち尽くしながら私はずっと泣いていました。あの時あなたに何があったの？
どうしてあなたの心は壊れてしまったの？片桐さんはもうルカの記憶は戻らないが、生きていること自体が幸運だと言っていました。片桐って助手かな？今かろうじて保っている精神のバランスを壊さないようにしなければならないと。そしてこう付け加えました。これから無理をせずにゆっくりゆっくり治していけば普通の生活に戻れる。しかし記憶をなくす以前のことを思い出そうとしてはならない。無理に思い出そうとすれば再び心は壊れ、もしかしたら咲いてしまうかもしれない。私たちのかけがえのない思い出が失われるのは辛いけど、ルカが過去を思い出してしまうことがないようにしなければ。前だけを向いていこう。ルカの手をしっかり握っていよう。これからいい思い出を紡げるように。すごいね、思い出を紡ぐっていうのもね、すごい指摘だよ。上にもなんかある。でもルカちゃんはすごい、ちゃんと台に乗ってない？よし、20個はいいね。強化できるかな。できるね。どこあげようかな。これかこれなんだよな。感度上げとくかな。それと刻み、よし、刻みマックス。 OK。 ねえ、ルカちゃん今着々と昔を思い出していってるから心が壊れてしまいそうだよね。で、1階に行けという話だったね。あ、そっち行けるじゃん。ちょっと1回セーブしようかな。あの、前回からセーブしてないんで、セーブします。はい、セーブしました。で、交換ポイントがなんかめちゃくちゃあるんで、48万ある。万葉丸とか足しとく。今4個持ってんのか。じゃあいらねえな。あ、フィルムも買えるんだもんな。フィルム何？ 1 枚？いや違うわ。3枚入りで3000点。まあ今んとこいらないかな。よし。他の人で買い物しようか。フィルムとかね、そこ人形ある？違うかな。違うな。なんか違うものだ。ルカちゃんでここ入ってないんだよな。さあ、いや、ここの通路めちゃくちゃ怖いんだよな。はい。どこに繋がってたっけこれ。あ、なんかあるね。アイテムか。これは取ったよね。取ってる。首取れてない？取れてるよ。よいしょ。そのなんか素敵な柄の赤いものは多分消火器です。朽ちてる。入れるね。あー、黒い人の部屋か。うわ、怖。相変わらず怖え。鳥肌立ったわ。よいしょ。なんもないね。じゃあ一回行くか。1階到着。わあ、黒い人。あ、違う、赤い人か。あれ、 HP 見えるね。ダメでしょ、歪んじゃうよ。ここって入れるよね。なんか足速くなってる。食堂だよ。
でしょ。消えた。消えてる？消えたね。じゃあ戻るか。ちょっと一回地図見よう。当たりをつけましょう。マコ連絡通路前って書いてあるよ。そこだ。よいしょ。もう出てこないんだ出てこないんだね。もうこっちは調べ尽くしてるからね。調べ尽くしてるというか、あの人形はね全然取り残してると思う。だからまたこっちに戻ってこれるよね多分。美咲ちゃんとかこっちにいるしね。まあここでしょう。あ、開かねえの？鍵がかかってる。あ、はいはいはい、オッケー。これってね、近すぎる。え？床下の穴。なんか灰原委員っぽいんだけどな、これ。この部屋見覚えがある。マジ？教えて。薄暗い地下室のような場所だったけど。ああ、はいはい、ありがとう。いいヒントだ。降りて右かな。ああ、さっきあいつが出てきたのは、あ、やっとここにアイテムを隠してくれた。あの地下室で怖い人出てきたから、それを思い出させるために今登場したわけか。で、地下室行けと。降りて右かな。私は右だと思います。いやいやいや、ダメ。ここかな。あんまり行くと中庭ついちゃうからね。ここ？いや、ここじゃねえよな。あ、今人形探してます。ないか。うわ、ロードが長い。ロードな、長いと。な、あ、違うか。広いマップをロードしてただけか。もうこれ中庭出るもんね。え、じゃあさ、こっちじゃないってことじゃない。これでこっちだった時がすごい嫌だけどね。でも部屋だったから違うよ。中庭ではないはず。めっちゃ近いけどカメラ。ごめん、ルカちゃん疲れてきたね。でも疲れても歩行速度とかに影響しないからそのまま走らしちゃう。こっちか。こっちから出てきたからそっちに行けっていうことだったのか。わかりにくいヒントだった。この部屋かな？あ、この部屋だ。開いてる。よいしょ。あ？ラジオ？違う違う違う。こっちこっち。違う違う違う、そっちじゃない。むず。
よし、やっと出てくんだよ、出てくんだよ。 OK。 おお、レンズ激、何激って。貫きとかいらない。うわ、除霊能力の高い特殊撮影ができます。何？こっち効果小って書いてるもんな。こっちマックスまでやっちゃったよ。霊視をいっぱい使うのかな？こっちの方が、劇の方が。劇も上げたいよね。劇、劇、1個上げとく。よし。ってことは？ってことはよ。ここでそれを取らせるということはだよ。強い敵が出てくるということだよね。人形じゃないか。じゃあ行くか。手を伸ばす？え？え？鉄製の防火技。床下に古い鍵が落ちていた。連絡通路と刻まれている。なるほど。はい。そこだろうね。もう嫌だ。当直の看護婦。いや、嫌だろうよ。そら。俺でも嫌だよ。こんなところに当直すんの。わっ！なになになに？はぁ？先制攻撃仕掛けられた。舐めたことしてくれた。激、激、埋めましてやる。ほら、激。くれ。ほら。勝負しろ。すぐ治るかな。あれ、激使ってもあれだな。全然、レース使わない。おい。あ、2使ってるわ。フェイタルで回復したのか。はあはあ。そら疲れるよ。当直看護婦の手記1。さっきの看護婦って。今日も変化はない。彼女は未だ、こんこんと眠っている。私にはそれが怖い。彼女はどうしてこの状態で生きていられるの？先生の机にあった彼女の脳波と心肺機能のデータを見てしまった。彼女は確かにあの扉の奥で生きている。だけど、それはあってはならないこと。少なくともデータ上の数値を見る限りでは。それでも私はいくつか彼女が目を開く気が、いつか彼女が目を開く気がしてならない。患者の回遊かな？回遊を喜ぶべきだと。頭では分かっている。それでも心は不安で震えている。彼女が目を開き、あの扉が開いたとき、私の知る世界が崩れてしまいそうで。なるほど。4階の、ようちゃんのお姉ちゃんだでしょう、多分。その
ことを言ってると思う。なんか光ってるランプがある。なんでもねえか。あのラスボスチックな人は多分ようちゃんのお姉さんだと思う。なんだ今の、変なことになった。あとこういう乱雑に物が置かれているところにはお人形さんがいそうだよね。木を隠すなら森の中っつってね。こういう物がいっぱいあるところには隠しやすいはず。あ？あ、違うかな。違うか、薬品か、あれ。ないな。なかった。いかにもありそうだったね。箱の中。ない。じゃあ連絡通路通れますか。あれ、こっちで合ってる？合ってるね。行くぜ。でっけえ扉。うわ、なんか映った今。してるんだけど、どこだろう。あれ、ここら辺、この中か。来たね。そこ最初見たけどな。角度が悪かった。よし、10個。どっち通る、右と左。私は関東人なんで左通ります。関係ないね。刻んでいこいや。え、二人いた。壁潜る。下がんない。あー、こっちじゃないの。一回取ってる。おいや、おいや、やべ、右にいる。ちょっとやってこいよ。刻むか。うわ、何こいつ。おい、刻み。おい、ほら。ああ、外した。うわ。よいしょ。うわ、そこにいる。今のがフェイタルチャンスかな。おっさんは？おっさんいた。おいや、刻んでやる。おい。死んだな。フェイタル刻みはすごいダメージが。うわぁ。ほら。お、変なタイミングだね。ブッダみてえな姿しやがって。よし、 HP は回復しなくていいでしょう。あと一撃は耐えられそうだよね。あ、ダメか、回復しとっか。なんかもうそろそろこのショーが終わりそうでね、あんまり回復するのもったいないんだよな。
でもいきなり攻撃されることがあるから、それで死んだら嫌だからね。ああ、般若の目。ほんとお面がいっぱい飾られてるよね。おお、モアイみたいな。うん、これなんだろう、調べらんないな。まあいいか、行こうか。これでもう到着？到着した。来ちゃったね、灰原議員。灰原委員は、あら、1階と2階がつながってんだ。へえ、もう覚えてないよこっちのマップ。長四郎くんでこの突き当たりの部屋は入れなかったんだと思う。違うわ、こっちじゃない。まあいいか、まあそれはいいとして、エレベーターが動くかどうか。動く。え、動いた？あ、動いてる。マジか。来た？来たね。乗るか。うわ。誰？エレベーターの少女。なんか、ちょく出るね、君。今2階ね。ここなんだろうな、行くべきは。行けんだ、エレベーターで行けんの。うわー、ちょっと広い。あー、こういう椅子が、うわ、なになに。これか、エレベーターを待つ男。じゃあな。うえ、来ちゃった。ここだね。はいはい。ここに鳥居があって。ここ直通で来れんのかい。ここは。うん。見覚えある？あるよね。この匂い。ずっと時が止まっているような。あっ、私ここにいたことがある。なんだろう、ずっとここにいたかったような甘い感覚、自分が溶けていくような。思い出しちゃったね。おお、ああ、だいぶ月が満ちてきたな。もう半月になってる。月食まで行くとどうなってしまうのか。今、6の食で半分ってことは12くらいまでなのかな。はい、わかりませんが、まだまだ続きそうな感じはしますよね。はい、では今日はこれで終わります。次回から7の食やっていきます。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。